こんにちは、キエです。今日はピン、今日はピンクベージュメイクをしてみました。こんな感じでもうめっちゃ可愛く仕上がったので、ぜひ見てもらいたいです。あと、前回の毎日メイクが画質がねすごいアンドロイドで撮っちゃったから悪かったんで、今日はミラーレス一眼カメラで撮ったので、おそらく画質はいいと思うのでぜひ見てみてください。スタート。はい、すっぴんになりました。今からメイクをしていきたいと思います。じゃあちょっと止めます、この猫ちゃんのヘアバンドで。よいしょ、こういうことか。あ、猫ちゃんの耳が、あれ。はい、じゃあメイクをしていきたいと思います。今回はちょっと濃いめのメイクのバージョンでやっていきたいと思います。今日はねちゃんと一眼なんで綺麗に色味が映ると思います。ちょっとメイク変わってるんで楽しみにしててください。はい、じゃあ最近買ったこちらのポール&ジョーの下地で SPF がね50++++++入ってる。すごい。今回はねちょっと日焼け止めを塗らないバージョンでやります。で適当に取って伸ばします。高校生の時とかにポール&ジョー使ってたことあったんだけど、日焼け止めとかじゃないやつ、入ってないやつで。なんかさ、ポール&ジョーの下地ってやたらと人気じゃん。何がそんなにいいんだろうと思って買ってみた。でも保湿じゃない？え、そうなんかな。でも保湿めっちゃされる、ツヤがあるもんね、もうすでに。ほんと？でも確かに保湿される、すごい。しかもさ、くすみが消えるんだよね。はい、じゃあ OK。今日はクッションファンデじゃなくて崩れにくいスックのリキッドです。リキッドなんだけど、これは薄付きのタイプの方で、なんかねすごいカバー力されるやつもあるんですけど、ピケの毛だ。これは薄付きのタイプで、スックの中でもカバー力が強めなやつもあるから、カバー力が欲しい人はそっちのタイプでもいいかも。これはね薄付きです。つけてちょん、こんな感じで塗って、でちょっとねスポンジがね買い忘れちゃって、なんかさ水でさ、水を含んでさこうやってやるスポンジあるじゃん。あー、あるね。あれ、そうあれさ買ったんだけど、なんかさよく使ってたんだけど、なんか不衛生な気がして、なんか毎回洗ってんだけどさ、あー本当取れてんのと思って、こうやって。確かにそれはある。使い捨てのさやつあるじゃん、あっちの方が、そうそう、あっちの方がいいかなと思って、あっちをネットで頼もうとしてる今。確かにそっちの方が衛生的にはね、衛生的には良さそう。でも水含んだ方がなんか入りやすいのかな、肌に。そうなんだ。なんか水含ませるのもちょっと嫌だったの。なんかなんだろう、なんか多分薄付きになるか。あ、そういうこと。自然なつけた感になるかな。そういうことなんだ。でもまあ手でもね全然密着しやすい、手の方が。手いいです、こんな感じ、いい感じ。じゃあ次眉毛描きます。その前に保湿を、これねキールズの、はい、キールズのリップ下地、これはねもうずっとこれですね、めっちゃいい。で、眉毛はローリフトをしてるから、まず一回これでちゃんと立ち上げて形を整えてから、今眉毛を描いたところから充電が切れちゃったのかな、かなんかカメラの故障でちょっと眉毛を描いてるシーンだけ全部取れてなくてごめんなさい。だからちょっと今説明します。このね使ったのはこのソッポの01番、これコンビニでも売ってるやつで、これで端とか眉毛の足りない部分とかを足して、で、あとはこの私が大好きなスモールアイシャドウのそばで、固めな筆で、こう整えて描いて
で、そこから眉マスカラはこのグリットのパウダーが入ってる眉マスカラで、もうすごく優秀で粉っぽいから、そう質感がねこういう感じなの。なんか眉マスカラってもっとさなんかシャビシャビした感じなんだけど、なんかすごいの密着してるよねもう密着しててやっぱパウダーが入ってるから、うん、なんて言ったらいいんだろう、ふんわり感あるもん、ね、そうそうそう出る出る、液体なの、液体なのにパウダー入ってるからなんか立体感っていうのかな、すごいおすすめですこれ。じゃあそっからメイクをしていきたいと思います。で眉毛の描き方は前の毎日メイクにもちょっと画質が悪いけど載ってるのでそちらを見てください。じゃあ次、これはクリオの02番のアイシャドウパレットです。はい、今日は僕割れちゃったんだよねなんで割れたんだろうここの色味を使ってきます。これを全体的にアイホールに塗ってきます。全体的にこんな感じに塗って、うん、どれにしようかな。この割れてる、この割れてるところが私好きだったんで割れちゃった。これを全体にちょっと、でもラメが結構強いからもうそんなにか、もう全体にそーって細かいだね。そう細かいの、これかわいい。こんな感じに塗って、この赤の部分を端に塗ります。足していきます。そうそうそう、こんな感じになります。このここの部分を全体的に下にさーって入れます。クリオのマスカラはこんな感じで、マスカラじゃないよ、なんだっけクリオの、ま、クリオのアイシャドウはこんな感じで使って、涙袋にこのね、この可愛いのを買ってしまったんですよ。アディクションのアイシャドウです。めっちゃ可愛くて、このタイプこんな感じのラメです。あのね、もう一色迷ったやつがあって、似た感じのやつなんだけど、なんかそれはちょっと青みがかかったパールっぽかったからこっちにしました。すごく可愛くて、涙袋のとこに塗ってきます。涙袋とここの辺に足してきます。わかるかな、色味があまりついてないからナチュラルメイクの時にこれをアイホールだけ塗ったりとかも使えるからおすすめです。じゃあ次マスカラ、これです、ケイトのまつげ下地。これはもう高校生ぐらいの時からずっと使ってて、おすすめ、安いしコスパいいよね。まつげはまつげはラッシュリフトしてて、ラッシュアディクトでまつげ伸ばしてるんで、すごい長いです今。まつげくはしてないです、よく聞かれるんですけど。でこの私の大好きなヒロインメイクのブラウンでお湯で落ちるタイプ使ってます。なんか多分ウォータープルーフとちょっと色味とかは違うのかな、わかんないけど、ウォータープルーフタイプ使ったことないんだよね。下も塗ります。はい、 OK、 伸びた、めっちゃ伸びた。はい、こんな感じです。そしてアイライン、これもケイトのブラウンのアイラインです。これは引きやすいからもうこっちタイプに最近はしちゃってます。なんかね、中が引きやすい、軽く中をこうやって引いてって
これも端だけに引いてきます。こんな感じ、こんな感じです。はい、こんな感じで、私はちょっと跳ねるわけじゃないけど、ちょっとこう下に流す感じで弾いてます。ピョンとは言ってないけど、ちょっと最後上がり気味、うん、みたいな。次ケイトのなんかパープルっぽい方のシェーディングです。ケイト、あ、ケイトじゃない、キャメこれをちょっとこの辺に、なんか普段使ってなかったから久しぶりに使うんですけど、これ最近使うようにしてるやつ、これをちょっとまあ、ささっと、なんかね、これの茶色も買ったことあるんですけど、シェーディングって感じになっちゃうから、これはナチュラルにつけれるからおすすめです。次はハイライトをのせてきます。 MAC のハイライトです。これはすごいおすすめ。これを鼻筋とかにささって、これじゃない方も持ってたんだけど、こっちの方がパールが細かくておすすめです。じゃあ次チークを塗ります。チークは今日はこれが私めっちゃ好きだった、この MAC のチークの塗るタイプのチークを今日は使います。なんかね、化粧品大好きでめちゃくちゃあるから、日々違うものを使ってるからね、これっていう毎日メイクないんですよマジでないよね。ね、毎回違う、毎回違うメイクを楽しんでるよ本当に。いろんなメイクする、今日はオレンジ、今日はピンク、今日はブラウン、今日はめっちゃ色ないとかさ、ナチュラルとか楽しいね。ね、楽しい、固定したメイクなくて、そう、楽しいです毎日。はいはい、チークは私はこのなんだっけ、この辺に下目にチークを塗っちゃうとシェーディングっぽくなっちゃうから、上の方につけてます。なるべくピンクベージュっぽい色を選ぶようにしてます。オレンジだとちょっとなんかセーリングっぽくなっちゃってすごく似合わなかったから、ね、めっちゃ似合わなくてびっくりした、うん、今いい感じ、そうピンク。はい、じゃあちょっとこの眉毛を描いた MAC のスモールアイシャドウのそばで涙袋をちょっと今日は入れていきたいと思います。笑う、うちこうやって顔しないとできないちょっと軽くね入れて、こんな感じで、じゃあ次はリップを塗ります。このねアディクションの3番、めっちゃ可愛くて、ミュウさんがねお気に入りって言って買ってて、じゃあうちも買うわって言って買ったやつ、そしたらめっちゃ可愛かった可愛そう、めっちゃ可愛いんだって、もうすでに可愛くない、うん、もういい、もう可愛いよね。そう、アディクションでね、たくさん買っちゃったんですよ。もう一本ね、リップ、赤リップ買っちゃって、それも可愛いから今度紹介します。かわいい、いい感じ、めっちゃいいよね、うん、めっちゃ人気ショックって言ってた、うん、完成メイク、じゃーん。このね、私が大好きなアホ毛の、あ、ちょっと開けちゃったけど、アホ毛のスティックって呼んでる、これでアホ毛スティック、そう、アホ毛をね、こうやって、これもめっちゃ優秀。こんな感じでメイク完成しました。今日はねちょっとピンクっぽいメイクにしてみた。ピンク系でちょっと大人っぽく仕上げたかったから、ブラウンのマスカラとブラウンのアイラインを使いました。かわいい、このメイク、服もピンク系だからね、そう、服に合ってる、ピンク、部屋着みたいな感じだけどピンクです。ベージュメイク、ベージュメイクか、確かにベージュメイクですね。だってリップもさ、これベージュ系のリップ、ちょっとピンクいけど、ピンクベージュメイク、うんうん、そういうことにしよう、かわいい、
いい感じで、そうカラコンは最近のスターエバーカラーのものなので、こちらに貼っておきます。はい、ピンクベージュメイクどうでしたか？めっちゃいい感じに仕上がって、いい感じになってよかった。ぜひ真似してみてください。プチプラも結構多いよね。半分ぐらいプチプラじゃない、うん、ほぼむしろってかコンシーラーやってなくない？コンシーラーしないわ。ニキビやってきたのに忘れてたここにね、ニキビできたの最後に最後にコンシーラー、これこれ、コンシーラーはね、ディオールのコンシーラーです。一番明るいやつ使ってます。これをこうやって、これめっちゃ隠れるからいいんだけどさ、ちょっと明るいの買っちゃったから、明るいとやっぱりさ隠れないあんまり、まあ、こんな感じでいいか。今もね消し忘れたけど、もういいわ。はい、じゃあこれでメイク終わります。また一眼でメイクをたくさん撮っていきたいと思います。ね、この前ちょっとね携帯で撮ったAndroidの携帯がねすごい肌が綺麗に映るから、ちょっと毎日メイク撮ってみようって思ったら画質がね結構悪かったんで、今日はこのミラーレスのカメラで撮りました。うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、あとコメントもたくさんお待ちしております。じゃあねー、バイバーイ